こんにちは、サイクルウォークです。このチャンネルでは自転車を中心にして、それをいじる楽しみ、乗る楽しみ、使う楽しみのようなものをですね、紹介していきたいと思っています。で、今回はチューブレスタイヤに関する第2回目になります。第1回目については、私が最近2台持ってるうちのその1台のロードバイクをチューブレスにしたんですね。これがそうなんですけれども、そのチューブレスに関するインプレッションとか、チューブレスに関する基本的な知識などを紹介しております。お時間があればぜひご覧ください。今回はチューブレスタイヤの第2弾ということでですね、チューブレスタイヤにご関心がある方々、割と興味があることだと思うのですけれども、私もそうなんですけれども、シーラントが果たしてどのぐらい持つんだろうっていうことに関して、実際に入れたシーラントを見てみるということでご紹介したいと思います。今回は私も知らないところで、実際に開けてみるまでわからないので非常に楽しみです。では始めます。こちらですけれども、これが私が使っているチューブレスタイヤ、コンチネンタルグランプリ5000チューブレス TL ですね。このタイヤとホイールをチューブレスとして組み上げたのが7月の末で、現在が今だいたい10月の末ぐらいなので、8、9、10ということで3ヶ月経ったということになります。で、3ヶ月経ってシーラント、中身、私このタイヤには 30ml をその組み付け時に入れてるんですけれども、実際どのぐらい残ってるんだろうっていう興味がですね、非常にありまして、3ヶ月っていう節目でどのぐらい残ってるのかっていうのを開けて確かめてみたいと思います。シーラントの残量っていうのは、 MTB とかその辺のところではですね、シーラントを多量に入れるものですから、中身が残ってるかどうかっていうのは、こうやって振ってですね、こうやって振って音がするかどうかっていうことを確かめるっていう術があるらしいんですけれども、どうやらそのロードバイクの場合には、初期に入れるシーラント、私の場合30にしてるので、30ml っていうある程度少量の場合は、入れた当初はどうも音がチャプチャプしてたんですけれども、どうも 2ヶ月目3ヶ月目になってみると、振ってもどうも音が分かんないんですね。ですから、これが実際どのぐらい入ってるのかっていうのが分からないと。それで一回ちょっとこのタイヤを外してみて、どのぐらいの残量が残ってるのかっていうのを確かめてみようっていうことになります。このタイヤを外していくんですけれども、ご存知の通り、そのチューブレスタイヤっていうのは案外着脱しにくいもんです。で、それは理由がありましてですね、まずはそのホイールとタイヤが密着してないと、空気の気密性が保たれないということがあるのでですね、規格通りにきっちり作られているっていうことがまず一つ。あともう一つはですね、リムの形状にも要因があります。こちらのカーボンリムはチューブレスレディというホイールなんですけれども、そのチューブレスホイールおよびチューブレスレディホイールにはですね、断面の形状で特徴的なものがあります。それはですね、ハンプという肩がついてるってことなんですね。で、ハンプって何者なのかっていう話で、これは百聞は一見にしかずで、写真を上げておきたいと思うので、この辺に写真を置きますけれども、ホイールをこうやって見た時に、ここの部分の中央には溝があって、えぐれた溝があって、そのサイドのリムに近い部分っていうのは、内部がですね、盛り上がって肩のように水平な丘のような部分ができているわけなんですね。で、それをハンプと言います。で、チューブレスタイヤの場合には、仮に一瞬タイヤとこのリムが離れてしまったとしてもですね、急激な空気のその漏出が起こらないように、ハンプという肩の部分と、そのタイヤのビードのエッジの部分です、内側のエッジの部分っていうのがちゃんと密着することによって、で、急激なそのタイヤからの空気の漏れっていうのを防いでいるわけなんですね。またハンプっていうのはですね、ビードを上げるためにも必要なところです。一旦そのタイヤを装着して空気を入れると、チューブレスタイヤでうまくこう、組み付けができるとですね、一人でにタイヤが膨らんでタイヤのビードがリムにこう圧着されるような動きになります。でそれができるのはタイヤの内周のエッジがですね、ハンプの部分にちゃんと食い込んで一旦はめた状態からでもですね、空気が外に漏れ出さないような気密が、一時的な気密が保たれるからなんですね。だからこそ、その普通に空気入れてもですね、空気がこのリムとタイヤの間から、漏れ出さずにタイヤを広げる力となって空気が入っていくって、そういうことなんですね。でそういう構造があるがために、このタイヤを外すっていうのはまあ一仕事ということになります。まずはその空気を抜いただけではダメで、ビードをですねリムからこう外していって片側ずつちゃんと中央の溝に落とし込んであげないといけない、その作業がまず大変なんですね。というようなその、基本的なちょっとことを、お話しした段階でタイヤを外していきます。タイヤが今空気が入ってますので空気を抜くんですけれども、シーラントが抜いた時に飛び出す恐れがあるので、この空気を抜く時にはある程度そのバルブの方を上にしてから空気を抜いてあげるっていうのが必要ですね。それでは空気を抜いてあげましょう。で空気が抜けました。ここでタイヤを外していくんですけれども、タイヤを外す場合はですね握力が必要です。でこれは教訓なんですけれども、タイヤを外す時は必ずこういったゴムの滑り止めのゴムがついた手袋をはめましょう。そうしないと指の皮がめくれてしまうことがありますので。でこのタイヤを外す時にまた、一つの留意点なんですけれども、内周のエッジにビードのエッジに傷をつけてはいけないっていうことを意味しますね。ですから、例えばタイヤレバーを強引に使って内側のエッジの部分をガタガタにしてしまうと、その部分から空気が漏れ出してしまってビードが上がらないってことになります。まあ大変ではあるんですけれども、チューブレスタイヤの着脱っていうのはなるべく工具は使わずに手で着脱するっていうのがまあ推奨ではあります。じゃあこれから外していきます。はい、まあ拍子抜けするほど簡単に、ビードがリムサイドから外れましたね。でここでタイヤを外すにはどういうことが必要なのかっていうと、タイヤの内周っていうのはハンプにかかっているところで本当にぴったりになっているわけなんですね。ですからそのハンプにかかったままだとタイヤは外れないんです。でそのためにここのこういうところのホイールの中心に割と深めの溝がありますから、この溝をうまく使ってそのタイヤの内周をですねホイールの外に逃がせるような動きを作ってあげるっていうことになりますね。で片側が外れたのでこの片側を中央の溝に入れてあげます。でこの段階でですね、ここにバルブがあるわけなんですけれども、このバルブが中央に位置しているっていうこともまあ留意しなきゃいけなくて、本当にきっちり作ってあるこのチューブレスタイヤっていうのはですね、この内側の溝をどれだけ有効に使うかっていうのが外しやすさの肝になります。ですからこのバルブのところっていうのは最後に持っていかなきゃいけないんですね。したがってこのバルブっていうのを一旦バルブの位置っていうのを下げまして下に持ってって、ここの外したい側のビードをですね中央の溝に全部落とし込みます。でこのタイヤのKの、遊びを持ってくるわけですね。でここでそのバルブの部分からこの外側にタイヤを持ち上げてあげる。でここは指でやれればいいんですけれども、まあちょっと手間がかかりそうなのでしょうがなくここはタイヤレバーを使います。で念のため確実にその溝の中に片側のビードの、内周エッジが全部きれいに乗ってるかっていうのを確かめます。はい、乗ってますね。で次の部分ですね、なるべくこう内側のエッジを傷めないように強い力でこじらないようにして出してあげます。はい、そうするともうこれで簡単に一旦この部分まで出てしまうとチューブレスのタイヤっていうのもすごくもう簡単に外に出るようになりますので、はい、これで型が出た段階です。シーラントがどうなのかっていうのを見てみましょうか。こんな感じですね。ここに若干水っぽいものが残ってますね。こんなレベルです。でシーラントっていうのは乳白色の液体なのでこの水っぽいものだけだと不足ですね。だからちょうど開けてみてよかったなと思ったんですけれども、だいたい 30mm 入れた時の3ヶ月っていうのはシーラント補充のいいタイミングだったんじゃないかなっていうふうに思います。ということが分かった段階で一旦このタイヤ全部外しましょうか。で反対側を外すにも同じ要領です。このチューブレスタイヤを外すにはいかに内側の溝をちゃんと活用するか、こうやって内側の溝に全部ビードを落とし込みます。で落とし込んだら外してあげるってことになりますね。はい、外れました。もう一回お見せしますね。だいたい残っているシーラントの量っていうのはこんなもんだったということになります。かなりの部分が内壁にくっついていて溶剤の薄まったようなものだけが残ってるっていうイメージですね。これだけだとパンクに対しての抵抗力っていうのが弱まってる形なのでシーラントの補充時期だと思います。はい、今回の目的っていうのは一旦シーラントの残量額にしようっていうことでまとめますと、まず3ヶ月シーラントを片輪 30ml 入れて運用してみました。でその際3ヶ月後にシーラントがどのぐらいの残量になってるのかを開けてみました。ということで残ってるのはこのぐらいの残量でしたっていうことになります。これは買い時ですということで、まあ巷に言われているその3ヶ月に1回シーラントを補充しましょうっていうのはあながち間違いじゃないなと思ってます。今回はタイヤを外しましたけれども、こういった形で3ヶ月に1回のそのシーラントの補充がいいってことが分かったのであればですね、むやみにタイヤは外さない方がよろしいのかなっていうふうに思いますね。チューブレスタイヤっていうのはその気密が大事なのでタイヤをあまりいたずらにつけ外ししない方がいいと思います。で今回外しましたので組み付け時と同様一旦注意を持ってもう一度はめ込まなきゃいけません。ではめ込むためには内側とか特にこのビードのリムとの密着部分ですね、この辺はしっかりと掃除をしてあげて新品の状態に近いようなゴミとか異物がないような状態に持ってってあげないといけないですね。でその掃除をするっていうこととはめ込みのやり方、あとシーラントの補充、この辺に関してはちょっと時間がもうちょっとかかりそうなので別の機会に改めて動画として紹介したいと思います。はい、本日はどうもありがとうございました。今後ともこういった動画を作っていきたいと思いますので、高評価とよろしければチャンネル登録お願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。